私たちは毎週火曜、木曜に積電学園の武道場で練習をしています。また上野が丘中学校武道場でも4月より月曜日と水曜日、正式にスポーツ少年団の練習が始まります。どちらも団員募集中です。お気軽に見学にお越しください。お待ちしていますとのことです。ではお願いいたします。レイ、直れ、着座。安座。今からいつもの練習をかいつまんでお見せします。小児憲法の修練の前には鎮魂仏教というものを行います。これはみんなで経典を唱えた後、静かに目を閉じ息を整えます。この鎮魂行を行うことで精神を収めることができます。準備運動、キックミット用意、内回し、外回し、始め。基本を行います。快速中段構え、構え、うん、右肩より振り子突き6本、1、うん、2、うん、3、うん、4、うん、5、うん、6、うん、右足より振り子蹴り6本、1、うん、2、うん、3、行います。天地拳第一形、用意。上受け突き、はじめ。
五大樹。護身の技を行います。相手が手首を取ってきました。今度は胸ぐらを掴んできました。また手首を掴んでいきます。諦めずに今度は殴ってきました。これで大分赤電スポーツ少年団の演舞を終わります。決死礼直れ右手右前